ベルン歴史博物館の入り口、アインシュタインミュージアムアインシュタインミュージアムは、スイスの首都ベルンにあるアルベルト・アインシュタインの業績や、生涯を紹介する博物館で、ベルン市内のベルン歴史博物館の中に入っている。アインシュタインは1902年から1909年まで、家族と共にベルンで過ごし、1905年には、特殊相対性理論をはじめとする三つもの偉大な、 発見の論文を発表した。アインシュタインミュージアムでは、1000平方メートルのスペースの中に、200点以上の貴重な資料や、様々な工夫を凝らした展示など、アインシュタインの偉大な業績と人物を紹介している。展示案内用に、日本語を含む9カ国語の iPod のオーディオガイドも用意されている。2005年の世界物理年に、ベルン歴史博物館で開催された。 アインシュタインの特別企画展が国内外から多くの注目を集めたため2007年から常設展となった。アインシュタインミュージアムとは別にベルンキュー市街には1903年から1905年までアインシュタインが家族と共に住んでいたアパートが記念館のアインシュタインハウスとして整備されている。ありがとうございます。